ベルガエとは、ガリアのうちの北東部を指す古代ヨーロッパの地名である。また、ベルガエに住む部族を総称して、ベルガエ人と呼ぶ。ライン側に面した地区であるため、もともとは、ゲルマン系の部族とも考えられている。なお、ベルギー王国はこのベルガエの古地より名称を得ている。ガイウス・ユリウス・カエサルは、次女、ガリア戦記の中で、ガリアを三つの地区に分けており、ベルガイは、 北東部、アクイタニアを南西部、ベルガエとアクイタニアに挟まれた地区をガリアと呼ぶとしている。ゲルマン人の住む地区に近く、キングリ族やテウトネス族の侵入を単独で撃退したようにガリアの3地区の中でも最も有望であった。ベルガエ人がガリア系かゲルマン系にルーツを持つのかは、はっきりしない。カエサルは、もともとはゲルマン系でライン川を渡って、 ガリアへ住み着き、土着のガリア人を追い出した。と記している。ベルガイ人の一派で、スエッシオネス族のディ・ウィキアクスは、ブリタニアにも影響力を及ぼしていたという。カエサル率いるローマ軍とのガリア戦争では、ガリア人の中で最も激しく抵抗したが、サビス側の戦いやアレシアの戦いなどに敗れて、ローマの属州となり、後に、ガリアベルギカ属州となった。 ありがとうございます。